んにちは、兄です。今日地震がありました。で、今仕事から帰ってきて着替えて部屋に来ました。どうでしょう、ちょっと不安。電気つけます。はい、ここは大丈夫そうですね。パーマンのやっぱりこのピンバッジは倒れてる。けど、まあいいよね。大丈夫ね。大丈夫。オッケー。そう、冬だからそんなに気にしない。うん。大丈夫、オッケー。そして、問題のフィギュアーツの棚。ここはどうでしょう。電気つけるか。よいしょ。カブト、アギト、大丈夫。大勢、大丈夫。地獄兄弟も大丈夫。大勢、大丈夫。バイクは大丈夫。お嬢様も大丈夫。ヒグマたちも大丈夫。ダブルも大丈夫。そして、電話とかね。大丈夫。一番下も大丈夫。OK。イマジンたちも大丈夫で、ゾディアーツ。大丈夫だよね。大丈夫だよね。ここら辺も大丈夫。一番上も、その先ファミリーも大丈夫。反対。ロボコン大丈夫。まあ、ここはね、ひっくり返らないでしょう。タイバニーも、大丈夫。大丈夫じゃない?リアルヘッドはね、倒れようがないもんね、これも。オッケー、大丈夫。もうこの辺はまあ別に倒れてもいいや。うん。オッケーです。大丈夫です。今日はね、強い揺れだったので、すごい心配だったんですけども、まあとりあえずはね、何事もなく無事のようです。よかったです。まあね、フィギュアを心配する前にね、まずは人間なので、人が怪我しないっていうことがね、大事ですし、まあその上で、こういったものが壊れてなければ、まあいいかなっていう感じです。ね、本当もう自信はないに越したことはないんですよ。まあ、こればっかりはね、しょうがないっちゃしょうがないんですけどもね。はい。それでは、次の動画でしましょう。バイバイ。